アリー・ハサン・マハブーブは、ケニア生まれバーレーン国籍の陸上競技長、距離選手である。2006年シーズンの前に、ケニアからバーレーンに帰化し、アジア大会などで、金メダルを複数獲得している。日本の報道では、ハサン・マフブーブと表記されることもある。競技生活の始め、マハブーブは、ロードレースに力を注ぎ、2005年には、プラハハーフマラソンで優勝した。 トラック競技デビューとなる2006年アジア大会で1万メートルで優勝を飾ると翌2007年には陸上アジア選手権1万メートルで銅メダルを獲得さらに同年ンアラブ大会の1万メートルで優勝5000メートルでも銅メダルの活躍を見せた2008年北京オリンピック1万メートル決勝では27分55秒14のタイムで18位となった 2009年の陸上アジア選手権では1万メートルの陸上アジア選手権大会記録となる28分23秒70で優勝した。2010年には世界クロスカントリー選手権大会で競争の激しい男子部門で6位に入賞。同年のアジア大会では1万メートルで3位、5000メートルで優勝している。2011年は 世界クロスカントリー選手権大会で、再度10位以内でゴールしたほか、アジア陸上選手権、大会1万メートルで優勝、ミリタリーワールドゲームズ1万メートルで2位となったほか、パンアラブ大会の1万メートルで優勝、5000メートルでも銅メダルを獲得した。2012年のアジアクロスカントリー選手権大会では4位に入賞し、 バーレーン国籍選手による上位4位独占を果たしたほか、1万メートルの自己ベストタイム27分21秒40を記録した。2014年アジア大会陸上では初マラソンで松村光平、川内祐希の日本勢を上回り2時間12分38秒で優勝した。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます知らず、気類に関するカテゴリー。 ありがとうございます。